マルトアノーマルトアノーは狂乱の時代と呼ばれた1920年代にフランスの金融界を揺るがせた女性銀行家。パリ生まれ。両親はアルザス出身のユダヤ人で商店主。ビジネスマンと結婚し、離婚したがその元夫と共に1925年に投資情報誌ラガゼット・ジュ・フラン・イデ・ネーションズを創刊。低金利だった当時にあって、 8%という高金利を謳って顧客を集め、それをもとに株式運用していたが、ライバル銀行の調査によって彼女が扱っている株のほとんどが仲間内の実態のないペーパーカンパニーのもので詐欺的行為であると非難された。マルトは政治家に賄賂を送って噂の引消しを図ったが、1928年の暮れに逮捕された。 すべての顧客に返金を約束するとして、保釈を求めたが、認められず、サンラザール刑務所に収監。ハンガーストライキを始めて、無実と保釈を主張したところ、病院送りとなる。下着のままセーブルのコートをまとって病院から逃げ出し、タクシーで刑務所に戻ったことで、世間をさらに賑にわせた。1932年2月に裁判が始まると、 賄賂を渡した政治家たちの名前を明らかにしたため、一大スキャンダルに発展した。懲役2年の判決が下されたが、すでに週刊期間が長かったため、ほどなく釈放される。フォーセスという週刊の金融専門誌を買い取り、1932年4月に、金融市場のいかがわしさについての暴露記事を書き、正解、金融界を激震させた。 この記事の一部が不当な情報漏洩に当たるとして、再び1934年に逮捕され、懲役3年の刑を言い渡されるが、1935年7月にフレンヌ刑務所内で死去、睡眠薬自殺したとされている。マルトの生涯をベースに、1980年にロミー・シュナイダー主演で、華麗なる女銀行家として映画化された。ありがとうございます。